連合軍はロキの激しい追撃をかわし無事に退却する。だが彼らの表情は硬いままだった。新たな敵ロキの正体はかつての友ペルセウス。その衝撃が連合軍内に駆け巡っていたのである。彼と親しくしていた真田幸村や菅銀平の悲しみは計り知れない。意気消沈する連合軍に追い打ちをかけるようにアレスに着く石田三成が攻めてくる。島左近はとある予測を胸にこれを迎え撃つのだった。この間の殿の顔、そしてこの奇妙な行軍、俺の予想が正しければきっとこの戦で得るものは大きいでしょう。敵をよく知るあなたが言うならお任せします。お手並み拝見といきましょうか。あの諸葛孔明に試されるとは恐ろしいねさて準備は万全、殿を迎え撃つとしましょうか。二方面より進攻し敵を叩く。我らは南を攻めるぞ。北の敵は任せときな。槍の的だ、男を挙げてやんぜ。手を出せ。おや、都心人さん、まっすぐ突っ込んできましたか。ここは孤立させちまいましょう。これがおとりになって都心人さんを引きつけます。宗人さんは背後に回って後方の敵を撃ってください。承知した。宗人殿、ここは力を合わせるぞ。うん、聞こうとならばいかな難敵をもしのぐよう。孔明様、敵は二手に分かれて攻めてきています。こちらの混乱を誘っているのでしょうか。それにしては少々高めです。彼らの狙いが何なのか慎重に見極めねばなりません。年上様、さすがに出過ぎでは。口挟むんじゃねえ清正、ここは勢いが勝負だ。年家さん、あれじゃ狙ってくれと言わんばかりだ。それも殿の指示も。よし、よくやった。お前と共に戦うことで俺も成長できる。おい三成、どういうことだ。秀吉様の命もないのになぜ戦を仕掛ける。お前たちに説明していては日が暮れる。秀吉様のためだと思って黙って戦うの。なんだこの頭でっかち、バカにしたのか。後で怒られたら全部てめえのせいだからな。やってくれると信じてましたよ。このままあっさり勝ちたいもんです。松成、何を考えている。そりゃ我らにて無双の武を示す。清正たちにも真実を告げぬとは。三成、お前も厄介な将軍だな。あいつらがどう思うと知らん。それのことだ、策を台無しにはできんのだ。さあ今です、門を閉めてください。孤立しちまったか。これじゃどうにもなんねえ。いいんですか、それじゃ遠慮なく押しつぶさせてもらいますよ。年家殿、だから言ったんだ。三成、さっさと救援するぞ。行くな、ここで動いては敵の思うつぼだ。何だと、てめえ何言ってるか分かってんのか。槍の又田さんを見捨てんのか。総大将が俺だ、黙って従うの。ここまでが俺の負けだ。見るなり焼くなり好きにしろ。左近殿、敵を孤立させ封じ込める策、お見事です。これで二面作戦を防ぐことができました。
敵も迂闊には動けないでしょう。頬にはまるとさすがに腰抜けですよね。なんだ、嘘だろ。まだまさかくだるとか。ガチでありえねえ。欲しいとか、ヒデオス様を裏切るのですか。すまねえな。これが俺の神器の通し方だ。秀吉も分かってくれるか。年上とも下ったか。これでは敵に包囲される。全軍撤退せよ。三成、先に行け。俺が神狩りを務める。義経、頼んだ。清正、正成、引くぞ。待て、三成。義経やべえだろ。敵こんなにいいんだぞ。置き去りにすんのかよ。俺たちが無事引くための神狩りだ。そんなこともわからんのか。だったらお前一人で引け。正則、来い。趙雲を倒せば敵大将はすぐそこだ。敵が突入してきましたね。趙雲殿と共に迎撃を頼みます。あ、バカ、やはりこうなったか。見事な働きだな。飛行と共に戦わば攻守いずれも従前よ。月位、怪しそうですね。虎戦車のことでも考えているのですか。はい、孔明様には全てお見通しですね。あれがあれば敵を一網打尽にできたでしょうに。加勢感謝する。今より反撃と参ろう。長年磨いてきた知力、味わうがよいぞ。そこまでだ。好き勝手させるかよ。我らにて無双の武を示さぬか。私も手伝うんで。なかなかの実力を持っていますね。あなたの才には興味がつきません。義経に救えずにこの様か。俺がやられてる場合じゃねえってのによ。清正も正則も逃げ延びた。あとはお前だから早く行け。分かっている。そう、残るは義経様。さて真意を確かめに行こうか。よし、よくやった。お前と共に戦うことで俺も成長できる。三成の後は追わせん。命を張ってお前たちを止める。そういう流れだ。なるほど、本気の勝負を望むぞ。ではその流れとやらに乗り越しましょう。俺の目から降伏するでしょうね。最初からあなた方が描いた通りの流れってやつだ。秀吉殿ではなく、これは三成殿の策ですね。詳しい話は後ほどじっくり伺いましょう。お見通しということか。三成、これでいいのだ。あなた方は殿に頼まれてわざと降伏した。神々に疑われず俺たちに伝言を託すために。そうでしょう。ああ、左近なら見抜いて乗ってくれると思った。三成の言う通りになったな。俺もあんな奴らの言いなりになるのはもううんざりだよ。だから三成の策に乗らせてもらった。
秀吉様はアレスと約定を交わして手を組んだ。オリュンポスがこの世界を得た暁にはゼウスが神々の王として、そして秀吉様が人の王として世を滑ると。だが俺たちは奴らがなんでこの世界を得ようと思ったのかも知らねえ。そればかりか、軍内にいる腕持ちの宗妃は腹に一物ある様子で秀吉に従いもしねえんだ。こんな状況でアレスの言葉なんか信じられっかよ。しかし神々の力は強い。無計画に逆らって秀吉殿を危険にさらすわけにはいかない。だから俺たちに助けを求めたってわけですか。話が早くて助かる。三成からの書状だ。読んだら後は好きにするといい。